皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日は元東部方面総監の渡辺義和元陸将にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何度かスカイプでアメリカとつないでご登場いただきました。ちょっと音声の不具合などありまして、皆様にはちょっとお聞き苦しい時もありましたけど、とても濃い内容でお話しいただきました。今日は生の日本に帰られたアメリカ帰りの渡辺閣下ということでお話を、常念さんね、あのイベントにもご登場いただいたとも、たくさんの方にも顔を知っていただいていると思いますが、改めましてこちらのご著書どうですか。まだ結構売れてるみたいですね。売れてます。今もいろんな講演会で宣伝してます。結構売れてます。もう4釣りまで行ったということなんで、もう羨ましい限りですけれども、去年の11月に発売されたとはいえ、まだまだ内容が新しく、逆に言うと、あ、これのことだったのかみたいな気がつくようなことも結構ありますので、改めて読んでいただきたいなと思います。ということで、アメリカのね、生のアメリカをご経験された渡辺さんには、まず、今のね、トランプ政権の状況をお話しいただきたいなと思うんですけれども、そうですね。本日私が伝えたいのは危機感ということですね。今私が一番大切しているのは、世界の秩序がどうなっているかということなんですね。世界の秩序を今、例えばイアン・ブレマーが G0ということで言って、世界の諸問題を解決する国もないし、組織もない状況になっているという、本当にまさに危機的な状況であると。そこで4つの国がやはり問題だと私は思っています。アメリカ、中国、ロシア、北朝鮮。それでなぜアメリカが問題かというと、やはりトランプ大統領の下でのアメリカというのは非常に世界の秩序においてマイナスに働いていると私は厳しく見ております。トランプ大統領6ヶ月経過しました。政権6ヶ月、そしてアメリカでも6ヶ月ということで、さまざまな論評が加えられました。この6ヶ月経ったトランプ大統領の支持率、だいたい 40% から 36% の間で動いていますこれいや今実は日本もね、下がってきてるからっていうんでいろいろ言われてますけど、実はトランプ政権なんかこう定理安定というか、なんていうんですかね。その通りです。その指摘はものすごい重要な指摘で、40% のアメリカ人が、岩盤の 40% がトランプ大統領どんなことをやったとしても支持をする、そういうグループなんですよ。だからそのグループはトランプ大統領この6ヶ月間さまざまな失敗やってきましたけれども、それにもかかわらずトランプ大統領支持やっていると、それは変わらないということですね。しかし今着実に増えているのは反トランプの人たちが着実に増えているということです。その反トランプの人たちの中で 40% が岩盤の反トランプなんですけど、それプラス 10%、15% の人たちが反トランプの状況になっているというのが今現在のアメリカの状況だというふうに思っております。そして私は今のトランプ政権は大混乱だというふうに思うんですけども、先般スパイサー報道官が辞任しました。そしてその代わりにスカラムッチという、ある意味ですごい人が、広報部長になりました。すごい方、というのはですね、スカラムッチというのは、CNN3 人の主要な役職ついた人が辞めざるを得ませんでした。それはこのスカラムッチさんがロシアとの関係があると報道した、これに対してスカラムッチさんが徹底的に反論をして、スカラムッチさんが勝って CNN の3人が辞めていかざるを得なかった、これ本当に頭が切れますし、雄弁だし、本当に論争やらさせたら非常に優れた人だと私は思います。すごい攻撃的な人を広報部長にしたなというふうに思いますね。スパイサーさんとは全然違うタイプ、ちょっと頭の回転が違うと思いますなるほど、そしてスカラムッチさんはゴールドマンサックス出身で、自分自身がヘッジファンドを作ってましたから、その会社を今売りに出してるんですけども、中国の企業がその株式を買うそうです。だから
ロシアとの関係も当然あるでしょうし、うん、中国との関係も深い、うん、ものすごくそこが問題点の一つだとも指摘されていますね、うん、まあ、そういうこう突っ込みどころはありつつも、はい、そこも全部論破できる、論破する人だというふうに思いますね、はい、結構やっぱお金持ちの方が多いみたいですね、取り巻き多いですね、本当に、うん、そして、はい、あとは国務長官のティラーソン国務長官ですけども、非常に厳しい状況に置かれています。まず予算、国防費じゃなくて 国務省の経費を大幅にカットされて、ね、なおかつ主要な役職が全部埋まってないというこういう状況なんですね、そしてなおかつですね、トランプ大統領によってツイッター攻撃を受けてですね、彼がやりたい外交がもうできない状況になっています。特に今焦点になっているのはイランの核合意、これをトランプ大統領がひっくり返そうとしていますけれども、それはそのひっくり返す組織を新たに作るということで、国務省と関係なくやろうとしていますから、これは非常に国務長官としては非常に腹の立つことじゃないかというふうに思いますね。そしてさらに危機的なのがセッションズ司法長官で、司法長官になったんですけれども、うん、司法長官になった直後にですね、うん、ロシアゲートに関わってたということで、うん、ロシアゲートの議論に彼は参加をしないと、英語でリキューズというんですよ、リキューズを宣言したんですね、そのリキューズしたのがトランプ大統領にとってはカチンとくるんですよ。そうか、もうロシアゲートを、やらせるためにお前を司法長官選んだんだろうと、はいはいはい、しかしそれをロシアゲートは私は参加しませんと言ったとたに、お前は全然仕事やってないということで、最近本当このセッションズ司法長官に対して厳しい批判のツイートをですね、連発やっててですね、やめるんじゃないかというふうに言われてます。じゃあティラソンさんに対してもセッションズさんに対してもかなりも厳しいんですよ、突き放して、ああ、だからこの2人が特にセッションズ司法長官辞めても全然不思議ないと思いますね。スパイサーさんじゃなくて、はい、もうどんどん次々と辞めていくっていう、そうですね、そこでですね、はい、このトランプ大統領6ヶ月で振り返ってみて、やはり一番安定しているのは国防省だと、国防長官 の、ね、マティスだと、マティス国防長官だけは救いだという評価というのはものすごくあります、特にマティス国防長官にはもうやりたいようにやれというお墨付きを与えてますから、非常にやりやすい状態が一つと、国防省自身が非常にしっかりした組織であるということで、国防費もしっかりと確保されていると、このあたりのまさに国務長官と全く違 う、もう3つの特典があるような気がしてならないですね、はい。マティスさんのことは、ね、悪く言う話を聞いたことがないの で、ね、そ、 でね、まあ、そこは非常にいい人生だったのかなと思いますが、はい、そして私がちょっとここで、強調したいのはですね、トランプ大統領のアメリカファースト、あるいはメイクアメリカグレートアゲンということを言えば言うほどですね、結果的にメイクチャイナグレートアゲンになってるし、メイクラシアグレートアゲンという、結果になってるんですよ。あとは G20 見てください、もうクライメートチェンジの気候変動 の、パリ協定から離脱ということを変えなかった、はい、そうしたらもう G20 の19対1の戦いになってしまう、本来ならば G20 で批判されるべきは中国だったんですよ、CO2 ガスを出している世界第2位の国であるし、そうして削減のターゲットもろくなターゲットじゃないしですね、本当は批判されるべきは中国であったにもかかわらず、習近平国家主席は、中国はこの気候変動をしっかりやりますと、自分が主役であるかのように振る舞うことができる、そういう状況を作ったのはアメリカファーストであります。だからそれは、だから私はものすごく悔しいんですよね。そして自由貿易を中国が守りますと、あれほど本当国内を国営企業を保護するとか、反自由主義の貿易主義、保護貿易主義の立場に立っておきながら、中国は自由貿易を守りますと、いうことのできる素材というのは全部トランプさんが提供してしまっているということなんですよ。だから本当私はもう悔しくて悔しくて仕方ないんですね。本来ならばアメリカがもう自由貿易の基地であったし、気候変動を率先してやる、そういうような国でありました、それが今違うというのは、先ほど一番最初言った国際秩序全体を考えたならば、アメリカが70年間築いてきたアメリカ主導の秩序というのは全部
壊しつつあるというのが今現在のアメリカの状況であるという、それが私の危機感の一つ目であります。じゃあその反トランプの人たちが増えた理由っていうのはやっぱりそういうところが一番大きいんですかね。そうですね、結果を出してない、特にあの気候変動、パリ協定が離脱したのものすごく大きいと思いますね。やっぱり相当反対運動みたいなね、やっぱり批判を受けてましたもんね。そういうじわじわとアメリカをその周りの人からこう崩れていくというのはちょっとね危ない気がするんですが、一方で中国は着々とね、はい、秋の党大会に向けて、はいはい、まあ、いろんな動きをしてますね。そうですね、本当にあの習近平主席がやっていることというのはもう着実だというふうに思っています。最近皆さんご承知だと思いますけれども、重慶の首相であった孫政才、これが失脚をしました。この孫政才というのは次のポスト習近平と言われた若手 の政治家の一人で、彼を失脚させたというのは、あの習近平主席の強烈な意図の表れで、そしてその権力闘争を勝利の一つの証だというふうに私は思っております。これは本当に強烈ですよ、はい、あの5年前にあの党大会があったんです。その時に習近平国家主席が選ばれたんですけれども、その時のライバルは白起来だったんですね。同じ重慶市の市長で、はい、白起来が、あの権力闘争に負けて5年前に、そして牢獄に入れられて、今肝臓がんですね。そして同じようにノーベル平和賞をもらった劉暁波が、あの肝臓がんだったんですよね。韓国の中で何が行われてるんだと、大体注射を打たれてるんですよ。注射を打たれて、あの肝臓がんになるようなものを与えられてるんじゃないかという説もあります。いやまあすごいですね、言葉が出ませんが。そしてね、そして今習近平主席がやっているのは、党大会に向けてやはり国民に強いリーダーということを示すために、対外的には非常に強圧的な姿勢を示していると私は思います。その一つが先般も我が国の領海に侵犯2回しましたよね。対馬沖1回、そして夏原海峡沖に1回とですね、この2回の領海侵犯、海警局の公船がやったんですけども、それは非常にあの意図があって、日本に対して厳しい態度を取ってんだぞというのが一つ、私はあるというふうに、まあ、思っております。そして今インドとの国境でインド軍と対峙をして、国境問題でも絶対中国は引かないという姿勢を示して、そして南シナ海のベトナムが石油を掘削しているのを、それを力ずくで止めるというような行動を取ってます。結局あの中国が抱えている領土問題全てに関して絶対妥協しないんだという強い姿勢を示していますね。やはりこれは秋の党大会に向けた強いコントロールの表れだというふうに思いますね。なんかあの映画館までね、南シナ海のあの頃に作ってなんてやってましたもんね。いやまあ、とにかくその権力を維持するためにも秋までは本当にもう勝負どこっていう感じ で、ね、日本にもそういう圧力をちょこちょこかけてきてると、ね、アメリカなんかはね、でも それこそティラソンさんなんかも相当中国にねじ巻いてるんだみたいな感じでスピーチされてたんですけど、どう聞いてないんですか、アメリカのその圧力って。聞いてませんそうですか。私はですね、あのもう習近平主席はですね、トランプ大統領を見切ったと、見切って思います。もう最初の出会いはマララーゴの4月初旬 の米中の首脳会談は、トランプ大統領のハッタリが効きました。トランプ大統領ハッタリをバーンと言ったのが、シリアに対するミサイル攻撃だったんですね。そのハッタリでもうおろおろおろっとしたのが習近平主席だったんですよね。だからその位置関係、トランプ大統領が上、習近平が下という位置関係が今もう逆転していると私は見ています。本当見切ってですね、トランプ大統領のハッタリは一発しか効かないというのが私の見立てなんですけどね。だから
いろんなところでその証があるんですけれども、うん、米中の経済対話しましたけれども、うん、絶対中国妥協しません、うん、妥協しないし、それで普通だったら米中経済対話終わった後、うん、記者会見するんです。記者会見さえない。そうですよね。そういう状況ですから、いかに中国がアメリカに対して強い立場で、うん、交渉をやってるかというのはものすごく分かりますね。そうなると北朝鮮に対する、ね、制裁にも関わってくるんですね。もう大きな制裁、それはものすごく大きな問題ですね、うん、ただトランプ大統領がものすごくコロコロ変わるのは、うん、習近平の北朝鮮に対する圧力が弱いと感じたならば、もう最近厳しい態度を中国取ってますよね、うんうん、例えば南シナ海の公海自由作戦、太平洋軍好きにやれと、いうこととかですね、はいはい、一つ一つの見たら、うん、例えば台湾に武器輸出をするとかですね、そうですね、一つ見たら、はあ、反撃はしてるということですね、うんうん、それがもう将来的に北朝鮮の核ミサイルの問題でどこまで反撃するかというのが注目点の一つだと思いますね、うんうん、でも中国の軍拡っていうのは、はい、まあ、想像以上にすごい勢いみたいですね。そんな中で、うんうん、先輩も話しましたけども、人民解放軍の大改革というのを、はい、中国やってて、それを習近平主席が主導をやってて、うん、その方向性は正しいということは前回も言いましたけれども、うん、はい、それはもう本当着実に成果が現れつつあるというふうに私は思っています、うん、ご承知の通り中国の国防費が右肩上がりで凄まじい上昇をやってます、はい、研究開発費もどん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 上がってますから、はい、最近の一つの現れとして人民解放軍の海軍が大型の駆逐艦、アジア最大の駆逐艦、ね、丸55型の駆逐艦というのを、うん、はい、登場させました。これに対して US ネイビーもある意味で脅威を持って、うん、評価を伝えているというふうに思います、はい、これ1隻だったらいいんですが、4隻も同時に作っているというのは中国の力ですね、本当それはちょっと感じますね。すごいですね、それだけ造船能力もね、いやいや本当すごいですよ、うん、まあ、とにかく海軍力っていうのは一番力を入れているということなんですかね。あ、そうですね、アメリカの US ネイビーのリチャードソン作戦部長が一番本当に脅威を持っているのは、まさに中国海軍の戦力増強のスピードですね。これに関してものすごく危機感を持っています。例えば2030年を予測したならば、中国の人民解放軍の海軍の主要艦艇の数が415隻になると、うん、415隻、トランプ大統領の2046年に向けた目標が350隻ですよ、はいはい、2046年ですよ。そして海軍 US ネイビーの目標がトランプ大統領の目標数よりも 5隻多い、うん、355隻なんですだけど355隻海軍でも、もう2030年からはるか、うん、未来の、しかし数も少ない、そういう目標数がないから、リチャードソン海軍作戦部長はもっと早く、その US ネイビーの席数を増やさなきゃいけないということを訴えていますね。これだけのやはり数というのはですね、ものすごく大きな力があるんですね。もう例えばハードだけなんでソフトウェア、作戦運用能力と全部トータルすれば US ネイビーは上だと思いますけれども、しかし数を持っているというのはものすごく強いんですね。US ネイビーは7つの海を担当しなければいけないんですけども、例えば中国黄海と東シナ海、南シナ海、インド洋、この辺りだけで作戦するとするならば、圧倒的なやはり優勢を持つと思いますね。席数だけとかすればですね、中国だ海警局とかもありますしね、ありますあります日本なんかもその辺りの船でね、じゃんじゃん来ちゃうっていう ね、世界ですからね、いや、それ考えると、あと例えば無人機とかもね、すごい作ってるって聞いてびっくりしたんですけど、ね、これ多くの日本の方々は、例えば自衛官でさえ、中国の無人機はどうなってるのかというのは知らない方多いと思うんですけども、これはもう世界第2の無人機大国になってるというふうに私は思ってるんですね。無人機作ってるんですか？作ってますね、本当に。例えば
あの英語で言ってるレンボー5とかでレンボー4とかレンボー3があるんですよ。これはあの CH5CH4CH3 というんですけどね、それはベストセラー機になってるんですね、世界のベストセラー機になってて、例えば CH4 を作るための工場を整備する工場、製造する工場をサウジアラビアまで作ってるという、特に中東の諸国にこれが売れてるんですね。まあ、これは例えばタイテロでこれをあの無人機を使う、あの偵察用の無人機だけじゃなくて攻撃用機能を持った無人機なんですよ。これを中東のアラブ諸国に売れるのは中国しかないんです今。というのはあのアメリカはあのリーパーとかプレデターとか優秀な無人機ありますが売らないですから、売らないですから、あのやはり秘密の保護の観点で規制が、法的な規制があって売れないんですね。そしてイスラエルも無人機大国ですけれども、当然アラブの諸国は買わないですね。アラブの諸国に売れないですから、中国もそこにマーケットをですね。そうです。でも結構性能がいいんですかね。まあ、それをばかりそれはあのですね、ぜひ使ってみたいですね。あの無人機だからね、あの死んじゃったりはしないと思うんですけど、私が強調したいのはですね、はい、あのそれを売るということが極めて大事なことなんですよ。売って例えばサウジアラビアが使ってそれをここが問題だった、ここが問題だったということをフィードアップしてくれるんですね、はいはい、それを売ることによってその兵器を良くするんです、改善することができるんです、はいはい、その点で売ることによって良くなる可能性が極めて高いというふうに私は見てます、ね、はいはい、そうですね。だから私はものすごく悔しいのはですね、はい、これらの技術は全部例えばアメリカの技術であったり、イスラエルの技術であったり、ロシアの技術であったりするんですよ、はい、それを奪ってサイバーで奪って、あるいはヒューミントを人を使って奪い、はい、あるいはあのその実物を買ってきて完全に分解してリバースエンジニアリングをするとか、それで全部技術を奪って、中国の技術 100% 技術だと消費して売ってるんですよ、作って売ってるんですよ。だけど考え方によってはそのそれを人のものを奪って国産だという、それも一つの力ですね。日本人だととても言えないですね、そんなことは。日本はもともとあるものをね、もうやめちゃおうっていうわけですからね。いかにおかしなことしようとしてるかっていうことなんですけどね。本当にそうですね。でもそれにしてもこのアメリカもなんかそういう目で見られてしまっているという中で、北朝鮮ですよね。日本はまあ今一番ねそのことが気になる人が多いと思うんですけども、このあたりのそのグリップっていうかね、どうなるんですかね。はい、あの4月末までの段階で多くの、はい、あの評論家の方々が今にも本当に北朝鮮に対する軍事行動があるということで、ものすごく盛り上がりましたけれども、はい、私はあの守備一貫してですね、このようなあの見方にはあの同調しませんでした。あのこれはあのマティス国防長官の発言をずっと見てたら分かるんです、マティス国防長官はものすごく慎重なんですよ、はい、慎重で本当に簡単にあの軍事行動を行うということを明言しません、かえってあのアメリカが軍事行動を起こすことによって、はい、韓国が被る大きな損害、日本が被る損害、ここに言及されて、あの言います。それはあの軍人としてはものすごく分かりやすいんですよね。軍人であればあるほどあの米軍が北朝鮮に対して軍事行動をやった時のリアクションの大変さ、大きさというのを認識しますから、なかなか使えないんですよ、そしてあのアメリカにとってですね、レッドラインは何かということなんですね、アメリカにとってレッドラインは例えば戦犯もだいたいアラスカに届くようなミサイルを射撃しました、あの時に ICBM とかなんだかんだあの騒いで言われましたけれども、私からすれば結局1万2000キロ1万3000キロを飛んでアメリカ本土全域を覆うようなミサイルで、なおかつ何回も何回も試験やって精度も確立されているようなものでないと、あの意味をなさないと思ってるんですよ。ただあの距離的に5500を超えたならば ICBM という、それだけの評価というのはものすごく片手落ちだと思うんですよ確かにそれが単純ですよね。それが本当にアメリカは本土全域まで届くかどうか、そして一番本当にレッドラインなのは、それに核弾頭が小型核弾頭がしっかり乗ってる、はい、ということですね、はい、
そのためにはもう凄まじい数のあのミサイルの実験、そして核実験をしなければそこまでは到達することできません。そういう意味ではね、ちょっとテレビも面白おかしくってわけじゃないんですけれどもなんかだんだん距離が伸びたってね、なんか5000だ7000だなんて言ってね、これでもう大変だみたいな話になってますけれども、 その中身を見ていくと、もうちょっと冷静に判断しなければいけない。そうですね、ただ核実験をやったらこれは危ないんじゃないかなって ねやっぱり思いますけどね、はいはい、本当に核実験というのは中国も重要視しますし、アメリカも重要視するというふうに思います、はい、だから今まで5回核実験をやってて、その6回目を4月の末にやるんじゃないかということで大騒ぎやってましたけれども、結局やらなかったですね、あれには私の見立ては、ね、中国がかなり圧力をかけたんだというふうに思いますね。それでやらなかった。しかしもしも第6回目を北朝鮮やるとするならば、その時は本当に中国の圧力が効かなくなっているというふうに見るべきでしょう。アメリカの圧力も当然ながら効かない。そうしたならばかなりレッドラインに近づく。そうしたならばトランプ大統領がどのような決断を下すかというのは本当に慎重に見ていきたいというふうに思いますね。あの時のミサイルを撃った7月4日の独立記念日なんていうのは、実は渡辺さんは結構斬首作戦やるんだったら、ね、チャンスだったんじゃないかっておっしゃってます。そう、これはですね、ビジネスインサイダーというアメリカのメディアが記事書いてるんですけどね、もう7月4日というのは北朝鮮が必ず何かやる日なんですよ、はい、ですからかなりの角度でミサイルを撃つとかやるだろうということで待ち構えたんですね、アメリカのインテリジェンスを待ち構えて、そしたらもう案の定70分間もキム・ジョンウンがその車上でミサイルの隣で自分の体を暴露したと非常に斬首作戦するには非常にいい機会だったにもかかわらず、その好機を逃してしまったんじゃないかということなんですね。結構ねみんな地下にいて見つからない見つからないって言いますけど、結構テレビで私たち見てるということは外に出てるということもありますからね。そのあたりもアメリカの本気度というか、はい、というのはちょっと透けて見える部分もあるということですね、はい、では、本当トータルとしてこの世界というのは本当に不安定な状況になってますね、本当に私心から願うのは、はい、トランプ大統領の下のアメリカというのが世界の秩序を形成のために本当にもう一度チャレンジするもらいたいとつくづく思いますね。それはアメリカファーストじゃなくて本当に世界の平和のために貢献するという立場に立ち戻ってもらいたい、そうしないとアメリカ抜きの秩序なんていうのは世界一のスーパーパワーが加わらない秩序なんていうのは私は秩序はないというふうには思っています。ここはそのアメリカが内向きになったということを日本もなんとなく人事のように見てましたけれども、そうなるとアメリカっていうのはその海洋国家としてまさにこういろんなとこにこう進出していくということではなくて、むしろなんかこう自分たちだけの世界を確立するみたいなことになると、今度日本もあんまり存在価値がなくなってくるっていうことにつながっちゃうわけですよね。日本というのは本当に厳しい立場ですよね。そこを実は私たち自覚しなきゃいけないということではないかと。またちょっと引き続き、はい、いろいろアメリカ票厳しいかもしれないですが、これ現実としてですね、発信していただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。